はい、ともりです。ちょっと簡潔から言いますね。久々にアップデが来ました。今回本当に久々にアップデ。アップデっていうか、武器とかスペシャルの調整かな。強い武器をナーフ、弱体化させたり、弱い武器を戦いやすくするためのアップデが入りました。なんか新要素が増えたわけじゃないんだよね。で、今回ね、冒頭でもちょっと見せたんだけど、これ、見にくいでしょ。すげえ見にくいでしょ。これスクリーンショットしただけだからすごい見にくいの。で、ちょっとすげえ申し訳ないから、読む。で、俺がちょっと気になったのは、スーパー着地のところ。まあ、多分みんな見てもわかんないから、ダメージの範囲が増えたんだって。だから、どういうことかというと、まあ、上の、ほら、段差の上にいる人とかに当たりやすくなったみたいなこと書いてある。書いてあるだけでまだ検証してないからどうなるかわかんないんですけど、ちょっとほんと関係ない市場なんですけど、今ちょっと喉ガラガラで、酒飲みすぎて喉ガラガラになってしまったので、すげえ申し訳ない。今日アップデートされたのは、23日の、アップデートじゃねえや。23日にアップデートの情報が出たの。たまたま昨日ですね、ウームさん、自分の入ってる事務所のウームさんの忘年会に行ってきまして、で、ちょっとお酒飲んだりして、で、その後もね、一人で飲んだりしてたら、ちょっと酒焼けしてしまいまして、喉ガラガラになってしまったので、もし聞きづらかったらごめんなさい。ちなみにこの写真、人がいっぱいいて、もう豆粒みたいになってるんですけども、一応、俺もいます。どこにいるかわかりますか？自分でね、写真後から見たの。自分でもわかんなくて、位置的にはここら辺だろうなと思って探して見てみたら、なんかぽいの見つけたので、いました。これです。すげえちっこい。で、スーパーチャクチのまだ続きがありまして、イカスフィアに与えるダメージが増えた。イカスフィアはほとんど多分着地で壊せると思う。だから着地がちょっと強くなりました。で、逆にイカスフィアは、なんか7秒だったのが6秒になったんだって。1秒短くなったんだって。ねえ、まあ1秒の弱体化を食らって、これがどう影響するかわかんないんだけど、まあ最近縄張りで甲子園やってるじゃないですか。公式が、大会で。その大会でちょっとイカスフィアが強いから、他の武器がかわいそうみたいな、他の武器を愛用してる人がかわいそうみたいな流れで、多分イカスフィアだけちょっと弱体化したんじゃないかなって。使う人やっぱ多いからさ。1チームに多分2人、1人は絶対いると思うんだ。勝ってるチームだったら。多分2人いるチームもあるし、もしかしたら3人いるチームもあるからね。イカスフィア多分そういうことで強いんですよ。まあ、縄張りの影響を考えて弱体化したっぽい。まあ、別にね。まあ、みんなからしたらね、あ、そうなんだって感じだったけど、まあ、大会とか出る人は気をつけてね、みたいな感じですね。まあ、スペシャル以外もちょっとありまして、その縄張りの大会で強い武器、強かった武器が、まあ、ちょっと弱体化されたと。まあ、そんな感じですね。そんな感じ。本当にそんな感じ、アップで。新要素が増えたわけではないけど。そう。今日たまたまネット見てたら、次のアップデートで新しい武器出るぞっていう人いて、え、マジかと思って急いで公式のツイッター見たの。そしたら全然アップデート、ただの武器の強さが変わるアップデートで、パチ情報言ってました。嘘つきがいました。騙されちゃった。騙されて焦ってみたんだけど。まあ、そりゃそうだよね。だってもうアップデート終わってるもんね。こういう系しか来ないもん。俺も騙されちゃったよ。まあ、新武器出たら、何もう、いろいろと変わるけどな。まあ、それはそれ楽しいけどね。あ、新武器出るとしたらスプラトゥーン3でしょう。はい。みんなアップデートとかって結構気にしてる？そんな気にしてないよね、多分。ガチでやってる人は絶対気にすると思うんだけど、なんか俺みたいに、フラーって。あ、インクで塗るの楽しいみたいな人は多分、塗れればいいと思ってるべ。そんなあなたに、スプラチャージャーの塗りがちょっと弱くなったらしい。これだけちょっと伝えたかった。まあ、そんな感じ。うん、そんな感じ。